はいどうも、等速チュードレンのつくもです。ということで、テラ編パート10ですかね、続きからやっていきたいと思います。事情はよくわかった。江坂さんや清水教官らが集う宅の前で直立不動のまま報告を終えた。三国の遺体は回収されている。報告とも一致するようだ。外野主義者どももバカではなくなりつつあるようだ。戦闘を避ければ問題はないはずだがね。志願制なのだよ、あれは。日本人は国を出たから、紛争の一つも体験せず、甘さは拭えんというのだ。俺、もういいですか？ああ、ご苦労だった。下がってよい。あ、いや、待て。はい。貴様が目撃した大型魔物の付近で、不審な点は見受けられなかったかね。どのような？例えば、やけに魔物の数が多い、魔物使いの姿を見た、植物の異常成長が確認されたなどだ。報告通り、ネジ巻き鳥とハウンドとは接触しましたけど。それ以外にはないかね。はい、特には。そうか、分かった。下がっていい。失礼します。組織についた二つの嘘、茜のこと、そして彼女のこと。この小さな裏切りが心の楔とならなければいい。都合よくもそんなことを考えていた。すんげえ叱られた。教官に貼られたほっぺた。待ち合わせの喫茶店に行くと二人がどんより沈んでいた。持ち場を離れた件でしっかり罰を受けたらしい。そっちは？殴られた。江坂さんたち。それもきついね。また嘘をついてしまった。殴られてなどいない。俺だけがお咎めなしだった。まさか天王寺が通キルだとはな。そっちは魔物とは遭遇しなかったのか？偵察用の鳥は見つけて落としたけど、子孫じて逃げられた。三国っちも死んじまうとはな、はあ、あんな強くても死んじまうんだな。無情すぎんだろう。今宮はかなりショックを受けているようだ。来た来た、かーニヤニヤしちゃうぜ。むさぼり食い始める。どこがショックなんだ。俺は店員にドリンクバーを注文し、アイスコーヒーを注いで戻ってくる。ねえ、あんたハウンド倒したってマジ？ああ、なんとか。どうやってん？揉み合いになって首ひねってる。プロレスで？俺はうなずく。裸地面。バトルってより首に殺したって感じじゃん。命がけでそんな余裕あるか？意外とそれが本質なのかもな。江坂さんだったら綺麗に片付けると思うけど。そりゃそうだろう。平均的な超人は犬に勝てるんだってよ。西九条が自分の手を見つめた。当てることはできるんだけど、それで無力化できないから。だから手裏剣とか投げろよ、かっちょいいべ。軽い歯が刺さったくらいじゃ魔物は止められない。まだまだ全然ダメなんだ。結局鍵って見つかったわけ？ダメだったって。祭りが終わったらもう作戦は終わりか。今動くと目立つから経験者しか動かさないってさ。そもそも鍵ってのが何かさえ俺ら分かってないけどね。このままじゃ天王寺がリーダーに変更ってことも。おう、天王寺っち、仲良くすっか。今からでも早速パン買ってきてくれよボス。なんだかんだ言って作戦終了後の解放感があるのか、二人ともかなりはしゃいでいるようだ。試験で赤点取ったって騒いでるやつ見てるな。来年も収穫祭が来れば使ってもらえるだろうけど、こんなんで出世できるのかな。
経験値ためねえと。天の字はどうするの？このチームで動くんじゃないのか？3人とも素人じゃん。機能しねえよ。今回見たいのは特別だべ。それぞれ別の土地で仕事することになるんじゃないかな。俺らが江坂さんたちみてえに経験積みは別だろうけどな。ま、当面は研修だろう。俺はそれでいいっす。俺はどうするかな。二人のように組織で身を立てることを無邪気には考えられなかった。むしろずっと平のままでもいいくらいだ。なぜそう思うのか。罪悪感だろ。自分に罰を与えたい気持ち。悪い、俺ちょっと用事。金を置いて席を立つ。一杯しか飲んでないじゃない。ドリンクバーの意味がねえ。どこ行くんだよ。反省会だぞ一応。修行。かっこいい。さすが勇者は言っちゃダメなんだっけか。さすがブレイバー。お前英語できなさそうだな。二人に別れを告げて森に向かう。岩と木々が固まって天然の秘密基地になっている場所がある。子供の頃よく利用していた。地球救済ハンターの秘密基地として。そこを覗いてみる。さすがにいないか。かくまったはずの鍵の姿は影も形もなくなっていた。特に惜しいとも思わない。俺には彼女をどうすることもできない。いなくなってくれてむしろ助かってくれた。ならどうして助けたんだ。わからない。暴走してしまったとしか考えられない。女の子の姿をしていたからだけではないと思いたい。そんな外見だけでとか軽薄すぎる。言葉も通じなかったし意思もなかった。生まれたての小鹿のように無力だった。あんな弱々しいものが伝説の魔物で滅びを引き起こすなんて考えられない。そう自分を欺くことにした。いなくなったのならもう会うこともないだろう。茜も施設に戻した。命令無視の証拠もない。あとはもう組織の仕事に集中するだけだった。銃の扱いを知りたい。はい。撤収準備の本部で江坂さんを捕まえた。俺は火力がないので銃を使えた方が役立てると思うんです。それにああいうものは俺に向いてる気が。自分でそう直感したんだ。はい。我々の表向きの顔の一つに民間警備会社というものもある。知っているな。はい、知ってます。俺の提案がどういう結論を招くかはすでに予測していた。天王寺、それは本当の仕事をしてもらうことになる。そういうきつい仕事がしたいんです。命がけでも構わないです。何か悔やんでいることでもあるか。え、自分を罰したがっている者の顔だ。それは分かりませんけど。私も若い頃戦火で自分を鍛えたことがある。貴様にも一皮むけるための荒領事がいるのかもしれないが、若すぎるようにも思える。ぜひ頭を下げる。いいか天王寺、超人というのは我が強いものだ。プライドで力を支えているからだ。以前はそれでよかった、神話の時代は。だが現代は英雄が好き勝手に暴れるには狭すぎるのだよ。そしてプライドを砕いたことのないものは一度の挫折にも弱い。長井は能力を失ったのだよ。失った？そういうこともある。時に超人も精神を病む。PTSD に陥ることがあるが、やはり力は弱体化することが多い。我々の力は心のコンディションとリンクしているということだ。自信がないと強くなれない。ありすぎても問題だ。三国がどうなったか忘れてはいない。私は英雄志願を何人も見てきた。彼らが身勝手に突出して失敗した作戦の数々を。必要な力をつけに行くことが目的で英雄になりたいわけではないのだな。はい。生きて戻ったなら私の良い兵士になってくれるかね。必ず。よし。肩に手を置かれた。久しぶりの優しい江坂さん。悲劇を見てこい。深い色の瞳に見つめられると様々な思いが去来した。今までの人生が次々と脳裏をよぎって去る。閉塞した目的のない人生。
その連鎖を断ち切る何かを俺は探し続けていた。ずっと。教室にはなかった。家にもなかった。マーテルにもなかった。ガーディアンにさえ見つけられなかった。あげく組織を裏切ってまで鍵を見逃してしまった。俺が鍵に感じたのはほとんど救いのようなものだった。だからもう日本では働けない。世界に逃げるのだ、俺は。きっと。長い追憶から目覚めた気がした。途端にむせるような暑さを喉の奥に感じた。少し前の日々をもう10年も昔のことのように夢見ていた。実際は半年も経っていない。初めて尽くしの濃密な10年を圧縮したような半年だ。あれからすぐ激動の日々に放り込まれた。最初の数ヶ月は基礎訓練に明け暮れた。教練ですね、ここまでの仕事に比べたら日本での訓練など準備運動のようなものだと思った。超人向けのメニューは殺人的な体力を要求した。ついていくのがやっとの日々は幸か不幸か俺から悩みさえ奪った。多くの初体験を一度に済ました。初めて異国の土を踏んだ。初めて銃を撃った。初めて本当の貧困を見た。初めて武装勢力から襲撃を受けた。そして今日初めて人間を殺した。この体験をうまく説明できない。ただようやく代わりの罰を得ることができた、とは思った。実際は二重に罪深くなっただけということは分かっていた。とにもかくにも一区切りとなった。兵隊のルールを体得しつつあったし、戻れない一線も越えた。なら、すべきことはもうあまりない。異国の土は赤い。異国の血も赤い。言うべきことはそのくらいだった。車がキャンプに戻る。チャンバーに操縦していた弾丸を取り出しセーフティーをかけた。ようやく一息つく。気を緩めていいのはここだけだ。機材の運び出しを手伝うと宿舎となっている格納庫に戻る。相変わらずそこは雑然としていた。銃、弾薬、装備の詰まった箱、人種、兵隊たち、火薬の匂い。使っている二段ベッドの周辺が俺の領土だ。ガーディアンが有する企業の一つに紛争地帯などでの、警備を請け負う会社がある。このサードパーソン、社がそうだ。主な取引先は先進国政府やその進出企業など。要人警護、戦闘、兵隊、仕事内容は軍事全般に、渡る。今や正規軍も軍事に関わる様々なことを外従企業に出している時代だという。分けても俺たちの立場は特殊なものだ。サードパーソン社ですね、の売りは全員が超人兵士であることだ。極端に、困難な任務でも完遂できる。銃を置き装備を外す。ベッドに横たわった。目を閉じると雑談の声量がひときわ際立つ。よほど簡単な会話以外俺にはまだ英語がほとんど理解できない。努力はしているが、そのせいもあり、仲間内でも完全にお荷物にされていた。命令を理解できないと、殴る蹴るは当たり前。多少は聞き取れるようになった今でも、邪魔者扱いは続いている。俺には腕もない。陽気な超人ほど、実は閉鎖的であることが多い。彼らは基本的に似た者同士で集まるし、大抵は人一倍差別的だ。能力の高い者同士でサロンを作り、能力の劣る者を見下す。俺は見下される側だ。日本にいた頃と同じに。少しだけ寝入っていた。目を開くと、さっきまで無人だった上段からルイスの長く黒い腕が死体のように突き出ていた。いびきが聞こえる。数少ない友人だ。彼がいてくれたからかろうじて仕事についていけている。ありがたく得難い存在だ。ルイスとは同時期に現地入りした。年は違うが同期のようなものだ。ラテン系のルイスも英会話が苦手ですぐに打ち解けた。会話が通じないことはまるで問題とはならなかった。むしろ楽なくらいだ。一回り年上なのにあまりそれを感じさせない無邪気さがルイスにはある。その技量は俺よりはマシといった程度でやはり軽んじられていた。本当は僕は投げやりが得意さ。隠すこともなくそう言った。現場では一般人軍との共同作戦もある以上大っぴらに能力を使うことはできない。
それでもベッドの下にはいざという時のために特注の合金製、投げ槍を保持していた。ミクニの使っていたブーメランを思い出す。手に持ってみるとずっしり重く、まともに投げられるものとは思えなかった。休暇はよくルイスと町に行った。この町は長く無政府状態が続き、治安が悪化した。今は国連の平和維持軍が、駐留をしているが、町には少なくとも3つの武力勢力が存在し、血の抗争を繰り広げている。理由は複雑だ。俺も漠然としか理解できない。ルイスが言うには、大きな利権の奪い合いに民族対立の皮をかぶせているだけとのことだった。だけどこの広いだけで廃れた町のどこに利権があるのか、俺にはさっぱりわからない。軍が駐留していても安全な場所ではない。通りでいきなり 即席爆弾が爆発するなんてことも、茶飯事だ。狙われるには、敵対部族や平和維持軍が主だが、どちらの場合でも市民に被害者が出る。一日のうち何度かは銃声や爆発音が散発的に響く。そういう場所だ。だけど人々は生きている。逃げることなく。町ではキャンプより多少うまいものが食える。国連介入前、町は万年、飢餓状態に陥っていた。生産されるたびに武力勢力によって食料が強奪されていたためだ。今ではかなり改善されている。耐性が高いためか、酒もタバコも超人にはあまり魅力的な嗜好品ではない。同じ理由でドラッグ類も効果が薄い。超人にとっては食い物こそがシンプルにして最強の嗜好品となる。特盛りの料理を独り占めしている者、チョコバーを買い占めている者、肉の塊を担いでいる者、芝や食堂ではそんなお仲間の姿をよく見た。腹が満ちると俺たちはよくサッカーをして遊んだ。小学校の校庭で地元の子供たちを混ぜてボールを蹴った。もちろん能力が怪しまれないよう力を抑えて。言葉は通じないが問題なかった。遊ぶだけなら言葉なんていらない。結局かなり手を抜いたにもかかわらず、俺とルイスはヒーローになってしまう。動き続けていれば運動能力の高さというのはバレるものらしい。子供の数は多い。ショーゲームが休む間もなく行われた。俺もルイスもひっきりなしに駆り出された。悪い気分はしない。いつしか俺も楽しむ。そら少しだけ調子に乗った。蹴り上げたボールは見えないほどの高みに飛んでいく。子供たちがあんぐりと口を開けていた。やりすぎた。ルイスが靴にバネを仕込んであると言いがかりをつけてくれた。俺の靴を脱がせ、皆に見せた。手品みたいにその中から小さなスプリングを取り出した。見ろみんな、バネがあったぞ、卑怯者だ。手品みたいなごまかし方。バネは破損したライフル部品の一部だったそうだ。ルイスにはこんな風にいつも助けられていた。ルイスはどうしてここに来たの？どうしてとは？ある日ふとそう尋ねてみた。俺は国に居づらくなってきたんだ。そういうやつは多いだろうな。そうなのかな。みんな我が物顔で騒いで悩みなんてないみたいな。空騒ぎをしているだけさ。みんな怖いし不安だ。騒いでいる間は強い自分でいられると思っている。そんなものなのかな。僕はね、普通にサッカー選手になりたかった。子供の頃から運動ができたから絶対なれると思ってたんだ。黒服が来た。プロテストに応募した直後だったよ。諜報局の普通に派手なシャツを着た連中だったけどね。で、お前は生まれつき体が強い病気だから不正になるのでスポーツ選手にはなれないって言われた。どこも一緒なんだな。才能を金に変えることができる。貧乏人には悪い話じゃない。カラッと笑う。いつも通りのそれは完璧な笑顔。任務の日々続く。パトロール任務は過酷だった。武装勢力は外国人にテロを仕掛けるとき必ず道路で待ち伏せをする。補給路さえ支配してしまえば運搬される物資を略奪できるし、彼らにとってドレーミーも、当然の町に、対して睨みを聞かせることもできる。重要なポイントが一本の道に収束してかえって町中よりも危険なくらいだ。待ち伏せや廃車に仕掛けられた即席爆弾といったトラブルは絶えなかった。外国から要人がやってくれば十中八九襲撃を受けた。身の代金狙いだ。中には民族解放のために立ち上がった勢力もある。そういった連中もほとんどが山賊同然の集団へと堕落していく。
時には味方に死者が出ることもあった。長くもない任務の日々で二度ほど味方の死に直面した。風祭りにいた頃よりは動揺しなかった。死に慣れつつある自分がいた。休暇は子供たちと過ごした。ルイス以外で友人がいるとすれば彼らだけだ。貧しい子供たちはいつでも笑っていた。そのうち彼らの顔と名前を覚えて見分けることもできるようになった。国連のおかげで小学校が再開された時は皆本当に喜んでいた。その大部分は無料で提供される給食の喜びでもあったが、中には好学心の強い子もいた。パソコンに興味があり、将来はプログラムの腕を磨いて貧困から抜け出したいなんて決意している女の子だった。俺とルイスは金で彼らを助けることはしないと決めていた。理由はいろいろだが、際限がなくなることが最大のものだ。いくらあっても彼ら全てを助けることはできない。けど彼らのため中古パソコンを寄付するくらいはいいのではないかと考えた。2世代前のノートパソコンならアジア圏ではただ当然で手に入る。俺はネットでそれを買い求め郵送してもらった。買い値よりも、運搬業者が見つからないことに苦労した。なんとか調達できたそれらを小学校に寄付した。鬱屈を全校で晴らすような行為だったが、俺は満足していた。傭兵生活も2年目に入っていた。その時期本当の任務が舞い込んできた。地下の、要主説明室なんですかね、に、80人を超える超人が集められた。サードパーソン社の通常業務は少人数での独立した作戦を主として受けよう。一般に超人の存在を大っぴらにしないためだ。例えば危険性が高い対テロ作戦や潜入作戦を俺たちは得意とする。今回のように大勢の超人が一斉に動くということは珍しい。極端に依存性の高い麻薬が最近この地域を中心に世界に広がりつつある。鎮痛、鎮静、多幸感などの強烈な薬理作用を持つ。静脈注射による摂取が最も効果的で8から16時間程度の効果が持続する。体勢形成は緩やかだが急速に老化に似た衰弱が進むという副作用を持つ。人の命を吸い薬とも呼ばれている。モニターに地図が表示された。様々なことを話し合う。移動経路、装備品、突入の段取り、魔物についての情報、加工整備の形状、工場内の見取り図、失敗した場合について、合流地点、コールサイン、ありとあらゆる可能性を網羅したと思えるまでだいたい1日かかった。終わる頃にはみんなぐったりと気疲れしていた。英語力に不安のある俺とルイスは聞いた内容をお互いに確認した。魔物使いを拘束するという単語はなかったよね。射殺だけ。射殺すれば魔物の動きが止まる。それで別チームを支援できる。ああ、そういうことか。2日後、俺たちは現地に運搬された。ということで、作戦当日ですかね、なんですが、今回は以上にしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。